はもう一回流行るんですよ、これは。男性票といったらこちらでございます。野球券みたいな。おー、使えないぞゼロイチ TV 企画プレゼン大会。イエーイ。はい、今日はですね、メンバーが考えた企画をプレゼン形式で発表します。そしてその中からいいなと思った企画もゼロイチ TV として実際にやろうというものです。皆さん自信ありますか？今日はあります。若さに負けず頑張ります。はい、あいちゃんだけなんかもうすごい目で見てたやつ。そう、6人いる中の1つは絶対にやるやつになりますので、ぜひ皆さん自信持ってやってください。はいはいはい。ちなみにですが、聞いたところによるとこれ制作費が1本1万円なんです。安っ。その情報初めて聞きましたね。でその企画で20万回再生を目指します。20万いかなかった場合はこの7人で全員で罰ゲームがあります。私がぜひやった方がいいと思う企画はこちら、定番の YouTube 企画をやってみた。おーおーおー、いいじゃない。ですね、まあ有名な企画はスライムとかアスレチックとかメントスコーラとかたくさんあると思うんですけど、その中でもじゃーん、こちらイヤホンガンガンゲーム。イエーイ。ちょっと古いかもね。いや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 、一回流行ったもんはもう一回流行るんですよ、これは。なんかそういう素敵な企画だと思うんで、ぜひともやっぱこれをみんなでやりたいなみたいな思うんですけど。再生回数は伸びなさそう。初っ端から言うような。でも絵面は地味ですよね。絵面は地味。持ってきましたよ、とっておきを。ほんと、はい、楽しみだな。じゃじゃん、酒飲みメンバー大集合、サウナ直後のビール飲み選手権。おー、最高。サウナとビールという私の大好きな2つが組み合わさったものでございますが、こちらですね、アピールポイントがございます。20万回再生、まずは男性票が必要なんですよ。男性票といったらこちらでございます。お色気あり、水着、バスタオル、発汗であの子のツヤっぽさが、これで10万はいきました。ありがとうございます。グラビアやってない子も、T シャツ姿でちょっと透けてるなんか。あー、メンバーを選抜するにあたって、うん、あの好きなあの子の飲みっぷりが見れるという。おー、はいはいはい。まあ私はもちろんお酒好きですし、なつこちゃんとかはもちろんお酒飲んでる姿が想像できますが、あれ、あの子もお酒飲む、え、飲みっぷりすごくないみたいな。まあ、参加したら面白いんじゃないかなっていうゼロイチメンバー、もちろん桃月なつこさん、お色気は先輩お願いしますよ、青山ひかるさん。最近ってな入ってない、あれ。あの、バスタオルもいいですけど、ちょっと肌色とか、黄色のテカテカした水着なんかもいいと思いますので、そこはやっぱりグラビアの先輩として。バーンされますけど、いいですね。あとは、小寺ゆきちゃんは、あの、酒飲み仲間の、同い年仲間なので。そうですね。あとは、なんか意外性といったら、我が妻ゆりかなって。まだ二十歳になったばっかりですし、お酒飲むのみたいな、ビールごくごく飲んじゃうのゆりかちゃんみたいなのも見れるので、はい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 、メンバーまでしっかりキャスティングしてまいりましたので、20万回再生って結構出していかないと。私がプレゼンするのは蒙古タンメン中本10辛水なしで何人完食できるか。蒙古タンメン好き、好き好き。ちょっと待って、マジ罰ゲームじゃないのそれ。蒙古タンメンはもう激辛界で辛うまの中でナンバーワンなんですよ、そうですね、日本で。なのでもう中本ファンもたくさんいると思うし、激辛ファンもたくさんいると思うんですよ。だから見てる側は楽しいと思います。どうでしょう、これはなんだって、これにしましょう。いやね、なんかね、メルナも激辛好きらしいんですよ。あ、そうなの。だから自分のために賛成してます、これ。あ、これいいと思います。これ結構芸能人の方とかもたくさん動画でやられていて、結構再生回数も伸びると思います。あ、そうなの、伸びる。激辛定番やけどね、YouTube、うん、よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。激レアコラボのフィギュア。へぇー。1回で10
番大好きなクロミちゃんです。でねーサンリオピューロランドのパレードのダンスを踊ってみたいです。おー出た出た。あ、これいいいいいいいサンリオピューロランドのパレードのダンスって何？はい、あの多分みんな知ってると思うんですけど、なんかカーリーフェスティバルっていう素敵な曲があって、なんかそれを、ごめんけど全然知らなかった。知らない、ね、あのね常識みたいに言われもらっていいですか？すごい簡単なんで、みんなでできるかなって思って、あと楽しいかなって思って持ってきた企画なんですけど、どんなのかできたりする？今あ、どうしたどうした、セッティングがあるんですか？セッティングがある、わかりました。いきますね。お願いします。じゃあミュージックスタートっていうんで、みんなでわーってやってもらいたいです。わーでいい、わーでいい、はい、オッケー。ミュージックスタート。わあ、フェスティバルお祝いしましょう、かわいいフェスティバル、世界の人みんなにありがとう、泣かいくらいちょっと歌詞覚えてないじゃないですか。途中でごまかしたよ、あの人。キャラかキャラか。結構好きで見てて、やったら知ってるけど、やったらお前でちょっと違う。ミュージックスタート。わー、わー、ちゃちゃちゃ、かわいいフェスティバル、お祝いしましょう、かわいいフェスティバル、世界の人すべてにありがとう、泣いちゃいそうなほど嬉しいの、あなた私みんなにおめでとう。あれ、あれ、これルイちゃんに1万円ですか？じゃあルイちゃんのダンスの講師やるんで、ギャラ1万円で。5000円。違う違う、まだまだとしてんの。違う違う違うだよ。もういいいい、もういいわ。一回座って、一回座って、一回座って、お願いします。じゃあ行きます。みんなでやりたいのは、はい、これです。じゃん、当たると服を脱ぐドッジボール対決。おー、何それ、大丈夫それ？これは普通にドッジボールをします。はい、普通にやります。普通にドッジボールをね、で、まあ当たるじゃないですか、野球拳みたいな。おー、使えないぞ。まあ、当たるとあの脱ぐ、最後まで。はいはい、最後まで、最後まで。どこまで？それはできんのか。でもこれは絶対バズると思います。どこまでやるつもりなの？脱ぐ瞬間、あの最後まで、最後、最後まで、最後まで、最後までモザイクだらけないよ。ダメだよそれ、コンプライアンス的に、あの YouTube 的にバンされちゃうんで。シールまで、シールまで、意味わかんない、シールがバンされないとか。実現しやすい企画を持ってきました。そうなんですね。じゃん、虫を食べる。やめた方がいいって。なんで可愛い顔ですごいこと言ってんのよ。いや、よくありますけどね。はい、でも私はあのバババババンビっていうアイドルグループに所属していて、はい、そっちでも YouTube をやってるんですけど、はいはい、そこで実際にもう食べてまして、虫を食べました。企画でソメルダも一緒にコオロギを食べたんですね。コオロギを食べたのね。美味しなかったですよ。しかもあれ、味ないコオロギってことだよね、多分ね。味ない、味があるコオロギってあるんですか？佃煮とかはさ、あ、そうです、味ないやつでね、素揚げでしょ、素揚げのコオロギを食べて、で、その動画がやっぱりちょっとインパクトもあるし、可愛いゼロイチファミリアの皆さんが虫を食べる姿はすごく衝撃的なんじゃないかなと思います。これはきっとバズります。食べたい虫までちょっとリストに作ってきました。食べたい虫、はい、食べたい虫、私がこの企画で食べたい虫がこちら、オオスズメバチのサナギ、セミ、サランチュラです。みんな、無理無理ではないのよ。無理すぎてみんなシーンってなったから今。まずピューロランドはちょっと無理です。なんで？すいません、申し訳ないです。コツイかかるし、コツイコツイ。ああ、行かなくてもここでピューロランド作ったりとかしたの？ここでピューロランド作る？どういうこと？
本当に大人の人たちに相談しなきゃいけないんですよ。あ、そうなんだ。一番大人の人たちが一番絡んでくる企画なんで、うん、お色気系サイドの2人のお色気系は確かに再生回数いきそうと思う。なんなら多分ゼロイチ TV の一番行ってるやつって多分一番露出のあるやつで来てくださいってやつでしょ。そうそうそう、なるほど。そうだったら多分ちょっとねこの2つのあれはいいと思うんで、虫ちょっと交流でいいですから、なんか虫が罰ゲームなんよもう本当にこのままだとうちが20万回再生いかなかったら虫食べさせられますもん。いやだ、確かにお前らが食べろって言われるから艶っぽさはあります。こっちにそっちに必死さですけど、あ、でもはい、はいはい、お酒飲めない未成年の子は出れないと思うのでこれだったら誰でも出れます。子供のビールがあります。おお、子供のビールがあります。子供ビール出されたらちょっと勝てんわ。勝てんわ、勝てん。あ、まあまあこれは正直じゃあ、まあ、いつかやりませんか。なんかこれをねドッジボールやるってなるとすごい多分カメラ台数いると思うよ。それはそうかもしれない。それはそうでしょ、そうそうそう多分と思ったら、まあこれはちょっと大企画みたいな感じで多分運動会みたいな感じでやればいいのかなと思いますね。ということで、まあ一番やりやすいかなと思うのはまゆのサウナ直後ビール飲み選手権かな。サウナ最近やっぱ流行ってるよね。そうそう、サウナがね、そう最近またねこう偉い大人の人が見てくれてた。次に次のグラビア系の、ね、お仕事につながるかもしれませんので確かに、はい、というわけで今回はまゆの、酒飲み、ね、メンバー大集合サウナ直後のビール飲み選手権に決まりました。イエーイ。